H ニュースチャンネルへようこそ。安全で幸せな1日を。タオシンへようこそ。こんにちは、みんな。私の名前は、タオシンです。中国の旧正月がもうすぐ始まります。旧正月には、麻雀やポーカーをする人も多いと思います。麻雀をやったことがある人は、特に麻雀は本当に邪悪であることを知っているはずです。パイには、四大幸福と天水海麻雀の2種類があります。麻雀にはそれぞれ東、南、西、北があります。東、南、西、北から3つの比喩タイルを集める限り、これは四大幸福です。失敗したらテーブルの下に潜りなさい。そうしないと不幸が訪れるよ、と誰かが言っていました。私の周りで実際に事例があるので、これは真実です。私の友人は台湾のビジネスマンで、よく社交や麻雀に出かけます。ある時、彼は愚かな行動をとった。彼がとても喜んだ後、みんなでテーブルの足の下に入るように彼を説得しようとしたが、彼はとても頑固で、やめたらどうだ?と言いました。翌日、彼は車を運転中、中国の運転免許証を持っていないという理由で警察に呼び止められ、逮捕され、3日間拘留され、1ヶ月間授業に出席しなければならなかった。それでも、彼が始めたことは全てうまくいきませんでした。彼はもともと中国に工場を設立しました。顧客は注文した商品を全て返品しました。最後に、個人的なストレスのため、彼は女性の友人とチャットに行きました。しかし、その女友達は第一級違法品に触れさせた。それらに触れた後、彼は終わりました。彼は中毒になってしまった。結局、半年も経たないうちに、妻と息子は別居し、会社は潰れてしまいました。もう大丈夫です。精神疾患のせいで毎日憂鬱になり、家にいると憂鬱になってしまいます。おそらく多くの人は、これは特殊なケースであり、私の友人の個人的な問題に違いなく、出し子を責めるべきではないと言うでしょう。でも、時には本当に信じたいと思うこともありますよね。今日、タオシンは麻雀に関する超自然的な話をします。一つは視聴者からの投稿で、次のストーリーはスーパーナチュラルコムユンコーオッペのものです。タオシンの一人称でナレーションが行われます。かつて、日曜日の朝8時に地域活動センターで地域の近所の人たちと麻雀をする約束をしたことを覚えています。人々は非常に高齢なので、早朝に眠れないことがよくあります。その日は5時半に不眠から目が覚めたので、事前にアクティビティセンターに行って朝食とコーヒーを飲んでリラックスしたかったのです。コミュニティ内のコンビニに行ってサンドイッチを買ったのですが、アクティビティセンターに入るコーヒーの時間は朝の6時ですよね。おかしいです。歌う場所にはすでに老人が座っています。彼が私より早かったのは驚くべきことだ。しかし、歌う機械の電源は入っていません。なぜ彼はそこに一人で座っているのですか?それで私はそこに横なって、おはようございます。おじいさん。と挨拶しました。老人はとても困惑した目で私を見た。私がここにいることをどうやって知りましたか?私は続けて、おじさん、あなたも眠れないのですか?と言いました。おじいさんは微笑んで、そうだね、眠れないよ、と言いました。その後、しばらく雑談をしたところ、このおじいさんはベテランの住人であることがわかりました。手に持った朝食を見て、少し恥ずかしくなった。別の朝食を購入したいと思いました。さて、老人との会話を続けましょう。待ってるよと告げて、引き返して2分ほどのところにあるコンビニへ行きました。急いで買い戻したところ、おじいさんが歌う場所にいなかったことに驚き、8時に一人で朝食を2回食べました。私が始めたカードは美しいものばかりだったと言っても過言ではありません。欲しかったものは何でも手に入れた。友達と310で遊びました。正午までに3万元以上勝ちました。友人は私に食事をご馳走してお金を勝ち取ってほしいと頼みました。私はとても幸せでした。もちろん食事もご馳走になりました。
食事中、私はポーカー友達と朝会った老人について話していました。その老人はとても特別な人でした。彼は半袖のショートパンツを着て、サンダーボルトのポケットバッグを持っていました。ポーカー友達の一人はコミュニティの先輩で元会長でした。彼の表情が急におかしくなって何か言いました。誰もが私が先に帰らなければならないと言い、なぜお金を失って嬉しくないのですか?と困惑して尋ねました。彼は躊躇し続けましたが、ついに私たちは彼に答えを強要しました。その老人は数年前に亡くなったと言った。彼は歌うことが大好きでした。それを聞いて私はその場で恐怖を感じました。私は突然、老人が言った最初の言葉を思い出しました。私がここにいることがどうしてわかるのですか?これからは二度とアクティビティセンターには行かないと誓います、おじいさん。大勝利を祝福していただき、ありがとうございました。でも本当に怖かったです。しかし、本当に人々を唖然とさせるのは、次の超常現象の物語のはずだ。ある年の大晦日、友人が午後に約束をしてくれました。私が彼の家に行くことに興味を持つとすぐにみんなが麻雀をしに来ようと言いました。席に着いた後、私はちょうど前に座りました。神殿の皇太子。私はその銅像を見ているといつも皇太子の顔が匂いと思っていたので、心の中で、陛下、話し合いましょう。陛下とトランプをするのは初めてです。勝たせていただければ、と心の中でつぶやいた。お金スタバのチョコココアチップをおごってあげる、よ。すごく美味しいよ。負けても大丈夫。私もおごるよ、85摂氏を飲む。とにかく楽しい。その日は30元でプレイして、実際に3000元を勝ち取りました。ポーカーテーブルで勝ったのは私だけでした。出発前に私は王子に祝福の感謝を伝えて幸せに家に帰りました。その結果、その夜、私は夢を見ました。雲に覆われた場所にいて、周りには誰もいないのに、話し声がする夢を見た。私のスターババはどこにあったの?スターババを買ってあげたいって言ってたよね。これを聞いたとき、私はすぐに恐怖で目が覚めました。夜中の4時頃でした。友達に連絡したかったのですが、時間が遅かったので恥ずかしくて電話することができませんでした。結果、朝慌てて友達に電話して笑ってしまいました。わかった、急いでコーヒーを買うのを待ちます。その日は少し寒かったので、お香を焚いて王子に報告しました。私は、王子様、天気がとても寒いので、フラペチーノを買いました、と言いました。寒すぎて風邪をひくのではないかと心配していました。代わりに小さいナナを購入しました。ホットラテは美味しいですか?皇太子がサイコロを振ることに同意した後、私は外に出てホットラテを4杯買いました。皇太子殿下に感謝します。結局、同じような夢は二度と見ることはありませんでした。ですから、私は皆さんに、神との約束であれ、他の何かであれ、約束したことを実行するよう強くアドバイスします。次の超常現象よりも恐ろしいものに必ず遭遇します。仕事以外では、ワインを少し飲んだり、トランプをしたりするのが好きですが、優しい人たちに囲まれています。カードプレイヤーが見つからないことが多いので、インターネットで麻雀コミュニティを探します。誰かと楽しい時間を過ごす約束をしましょう。通常、トランプをする前には、お酒を飲んだり、シャワーを浴びたり、セックスしたりしません。しかし、私は、関心様を用心棒として切る癖があります。関心が兵士を率いて、コウハネと戦った時、兵士たちは休むと、必ず家に寄る親戚が恋しくなるだろうと、誰かが言っていた。兵士たちは気を散らされて、チェスやサイコロなどのギャンブル手法を発明すべきではありません。兵士たちはホームシックを忘れ、精神を奮い立たせるためにギャンブルを利用した。そのため、関心が賭博を利用して軍を勝利に導いたという伝承もあります。結局、彼は富の神であると同時にギャンブルの神ともみなされました。今度はデートがあります。私は夕方7時に中和のポーカー友達の家に家族麻雀をしに行きました。
私が到着した時、西峰くんは銀行で遊んでいたので、現場の人々と30分ほどおしゃべりしました。カードプレイヤーは食べることと退屈することを最も恐れていたので、私は昼寝をしました。突然老人が私にタバコを求めてきたので、私は、ちょっと待ってください、と言った。彼は私を見て微笑み続け、歌い始めました。よくわかりませんでした。それは地元の冗談のように聞こえました。私が焦っていると、彼はかなり長い間歌っていました。その時、誰かに何度か撫でられて目が覚めました。たった今夢を見ていたことが判明した。それから私はトランプをするようになりました。麻雀に関しては、経験者ではありますが、運も実力も平均的です。ただ遊ぶのが好きなんです。しかし、今夜初めて初手を手にした時、私は衝撃を受けました。私はこれほど良い手を持ったことはありませんでした。入ってすぐに聞きましたが、どう触ってもカードに触れることはできませんでした。最後に次の手を打ちましたが、やはり良い手でした。しかし、私はすぐにカズラウンド自分自身に敗北しました。何が起こっているのか誰も疑問に思っていませんか？私はトイレに走った。トイレに行った後、なぜ突然これをしたくなったのかわかりませんでした。タバコを窓に置いたのですが、不思議でした。タバコの火を消したら一晩仲良い手が悪い手に変わったけど、どう触るのか、どう入るのか、どんな手が欲しい、どんな手が欲しい、どんな手が欲しい。私が内野の新人だったら怖かっただろうし、彼はいつも私の後ろに立って内野を見ていた。彼は年配の男性で、私がもう我慢できないのを見ると、まずやめませんか？と尋ねました。誰もがそれはとても悪いことだと思っていたからです。最後に、私たちがゲームを終えて帰る前に、彼は私に片付けるように念を押してくれました。その夜2ラウンドプレイして3万元以上勝ちました。トランプをしているのは私ではないような気がしました。運が良かったからではないと感じました。それは間違いなく悪でした。その後、お寺に行って身を清めましたが、神様は何も指示しませんでした。それで、その夜、私は賭博師の神に会ったのでしょうか、それとも賭博師の幽霊に会ったのでしょうか。とにかく、その日に買ったお金は全額慈善団体に寄付しました。私はそれを使う勇気はなかったし、ギャンブルは本当に悪だったのでやめると誓った。心の平安を得て、トラブルに巻き込まれることを避けたかっただけです。次に、ダウジングが香港で超自然的な映画を鑑賞するために同行します。ある人がお化け屋敷に遠征した際、現場に残された写真に対して非常に失礼な態度をとり、悪口を言い続けた。ついに写真に命が吹き込まれました。ダウジングが一部の悪口をミュートすることを思い出してください。近くにお子様がいる場合は、必ずヘッドフォンを着用してください。どうしたの？ダウジングをと一緒に超自然的な映画、マッドホースを鑑賞しましょう。リュージュ花です。泥場なんてクソだ、坊や。ショットを探しています。ショット、めちゃくちゃな馬を探しています。私を台無しにしないでください。私はあなたのクソの上司をファックします。ああ、めちゃくちゃな馬をファックします。ああ、私は泥馬だ。簡単ふ。私はあなたの馬をファックし、泥馬もファックします。あ、私は愚か者で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 す。簡単ふ。あ、私は愚か者です。あ、私は愚か者です。あ、私は愚か者です。あ、私は敗者だ。泥場なんてクソだ。あ、私は愚か者です。あ、私は敗者だ。泥場なんてクソだ。あ、クソタレ。映画を見た後はどう思いましたか？実際、タオシンは爆笑してしまいました。彼は物事を行うときにあまり傲慢になるべきではないと本気で感じています。最後に、ダウジングが皆さんに聞きたいのですが、旧正月にトランプをする方法を知っていますか？私はギャンブルは運を前もって借りることだと常々思っているので、やりません。
人の運には限界があり、毎年使い切る限界があると思うので、20歳を過ぎたらギャンブルはなくなりました。この麻雀超常現象の話は怖いと思いますか？それほど怖いものではないので、金曜インデラの超自然的な物語を楽しみにしてください。過去に、マークシックスロトやカフェードコーラルなどでプレイできる人たちのことを聞いたことがありますか？私はよくインデラに参拝に行きますが、最後には何か起こるのでしょうか？この不気味な物語は金曜日にご覧いただけます。今日の話はここまでです。メッセージボックスにはさらに超常現象の物語があります。メッセージを残して超自然的な物語があれば教えてください。私の名前はタオシンですからまた会いましょう。